どうもディス様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもディス様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、コスト400戦っていうのがね、相当戦かっていうのが来てたんでね、ガンダムでも乗ってみようかなと思います。ハイパーハンマーをたくさん使いたいですね。うん、結構強いと思うんですけどね。早く当てて、味方。当てれなかったね。来て。さあ、こっちはね、支援機が2人もいるんでね、この辺がちょっと厳しいかもしれないですね。ハンマーチャンスが。ほい。ハンマーチャンス逃しましたね、今。なんか狙われてる。とりあえず無視で良さそう。10番、ストライクダガーか。400コスト戦じゃ破格の性能ですわね。はい、どうも。あ、よし、もういっちょ、もういっちょ、ほい。あ、外した。あ、バズカがね、やべ。当てれるかな。届かなかった。ほい。ちょっとヒットポイントがやばいな。逃げれるかな。あー、先撃たれちゃいましたね。さあ、ヒットポイント減ってる敵が多いんで。あ、ハンマーチャンス、ハンマーチャンス、よし。結構強いですね。ハンマーチャンス決まりましたね。ほいほいほい、バズーカ、よし。あー、ブーストがない、ブーストがない。さあさあ、ハンマーチャンス、ハンマーチャンスが、ハンマーチャンス。ハンマーいいっすね、楽しいっすね。よし、もういっちゃおう。ふいふい、バズ。あ、普通に倒しちゃった。待て、よし。あー、リペアか。ふい、ふい。歩くだけで避けられるな、やっぱ早いな。回避ないけど十分生存機能が高いです。ハンマー届かん、バズーカ、よし。くう、厳しい。よし、ほい。なんか流れ弾が違う方違う方に当たってるな。あー、ハンマーチャンスが、ハンマーチャンス、よし。よっしゃ。あ、倒せてない。うい、よし。ダーン、やられたん。いい感じにハンマーはまってますね。よし、試合はなんかちょっとしんどいけど、こいつ、おいーっと、よし、いい感じですね。あ、まずい、この2機相手は厳しいぞ。どっちもあれですね、400コストだと高性能ですね。イージー8とストライクダガー。はい、この2機相手するのはちょっとしんどいな。よし、3人は無理。なんでこんなことになってんだ。234がサッカーしてるのか。厳しいね、これは。よいしょ、見に行ってみましょうか。そんな2人でいいよ、3人で攻めなくていいよ。いてー。うー、今のでだいぶ差ついちゃったな。
間違えた。違う違う、リンに打ちたいんやけどな。当たんね。なかなか状況が厳しいですね。よし、あとちょい、あとちょい、バルカンでもいいかな、誰か。よし、次誰や。よし、次誰や。減ってるやつ倒そう。この奥、支援機。支援機を狙いたいけど狙えないな。よし、バフかかってるから食らえ。おっしゃ終わっちゃいましたね。はい、ありがとうございました。ということでね、ガンダムの可能性が見えた試合やったんじゃないでしょうかね。まあバルカンとビームライフル主体に使っていってね、よろけ取ったらバズーカが基本ですね。うん、なかなかね、なんか嘘くさい当たりもあるんでね、距離詰めればハイパーハンマーを振っていくのもいいかもしれないですね。まあコスト戦後だったらね、十分楽しめる機体なんじゃないでしょうか。うん、ガンダム、まあね、最初の機体ですからね。うん、最初のもう白い悪魔ですからね。皆さんも持っているなら使ってみてはいかがでしょうか。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあ、頑張ったね。はい。うん。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。